これは篠田選手ですね。女子の全日本チャンピオン、アジア大会の代表でもありました。坂さん、しかしちょっと調子を落としてますね、このところね。そうですね、大会が続いておりますので、やはり疲れが出てるんじゃないかと思いますが、はい、朝日生命体操クラブといいますと、塚原さんと、旧姓小田千恵子さんですね、オリンピック選手、このお二人が、現在、ジュニアを指導しているわけですが、その篠田美穂選手です。平均台です。おー、あー、失敗。惜しいですね。これは高度な技でですね、はい、出技なんですけれども、惜しかったですね。そうですね、盤を使って前転の宙返りから入るわけですね。いや、前方の宙返りなんですけれどもね、はい、これは本当に高度な出技なんです。加点もついております、はい、あ、この技もかなり高度な技なんです。後転からダブルの宙返りです。いや3回続けた高度な技なんですけれども、はい、ただ最初に落ちてますんで、どうですかね。そうなんです、もう落下だけはですね、0.5 の減点が入っておりますんでね、もう完全に五分は引かれております、はい、前中はピタリと決まりました。後転のダブル。篠田さんはフィニッシュは、そうですね、この選手はですね、ロンダードという技からですね、はい、2回の宙返りをやります。あ、後方ダブル宙返りっていうんですけれども、はいはい、篠田選手はもう小学校6年ぐらいから全日本に登場するというね、はい、全国的な選手になっていたわけですが、さあ、これがフィニッシュです。高いですね。後方のダブルのですね、はい、屈伸の宙返りなんです、はい、これはまたさらに高度になりまして、加点要素もあります。そうですか。出技なんです、はい、